方言詞の新人賞の情報を、書いていきます。今日はこの線の字からですね、このページと次のページの1行を、書いていきます。これがね、見えないんですね。左払い、右払い、長くします。上の手の動き、これ逆から来てですね、ここも強い。戦前の光で紹介、小の字が結構個体線できて、右上がりがずっと強いんですよね。この気候は向かいに飛んでます。これまた細い線ですね。そして細く切ってます。で次も細いんですよね。でここから先、血が詰まっちゃうんで
少し加減して書いちゃいます。広げて被る。いっぱいいっぱいなんですよね、ここの行に限ってはね。無理して多く入れてるんですよ。2、4、5、いやあと11時入ってるんですよね。基本的には10時になって10文字だとこのぐらいの空きなんですけれど、8の字とか4とかでこう潰れてる字があるから入れられるだろうって次いきます。で結構淡々と書きたくても集めてきた血が結構暴れてたりすると難しいんですよね。できれば教書なんて繋がりのあるところは素早く筆を動かしたいんですけど、ここがいい。全然薄くて言えないので、さあともう2行書いていきます。この導くのこう下絞ってここを聞く、こういうのはなかなか真似できない。思い切りはなかなか難しい。次もまた思い切ってここまで来るかっていうぐらいですね。でここも珍しくこの置いてが縦長にポンポンと来ない動きの地を持ってきているのは、上の生まれるとワンセット別々に持ってきたのに、なんか共通な地の形、下の点が全然わかんない。中から少し左へずれましたね。ここがどうもこの縦形に引っ張られてずれますね。
反省点です。銃の盾からですね、これの下へ行って左よっていうところからもこの惨事が。さあちょっと気を取り直して最後の一行を書きます。でも読めない。今日はここまでにします。